ゆきたです。今回は弊社ファンランクより出た新たなブランドレバレッジスノーボードについて紹介します。はい。もうブランドのできていく工程とかそういうのは、もう動画で配信してるんで、どういうものが作られたのかとかってあるんですけど、ギアのマテリアルだったりとか、こう設計とかプロダクトについてっていう話をしてなかったので、それは改めて僕の方からしたいと思います。もともとライス・テンテートっていうブランド、オールランドブランドがあって、その中のグラフィックモデルとしてレバレッジっていうのと GT2 っていうのがあります。でそこがブチってちぎれて、でブランドにしてレバレッジスノーボードで GT1 と GT2 っていう風になってます。3出そうですね4も出そうですね、はい。そういうのは一旦置いといて、GT1、GT2、これグラトリ専門に作ってるんで、グランドトリックの文字を取って GT2 とか GT1 とかっていう風にしてます。根本的にグラトリ専用設計してるんで、実はゼロから作ってます。ゼロからっていうのは、このアウトラインっていうスノーボードの心臓ともいえるこの形、これってもう1回決めると変えられないんですよ。なんか変えれないんですよ。なるほどね。ですごいコストもかかるものなんですけど、これをグラトリ専用にちゃんとゼロから設計してます。実はそういうブランドって実はなくて、工場の金型を借りて作ってるとか、フレックスバランスだけ調整してるっていうのが多いんですけど、グラトリ専用にアウトラインを設計して、サイドカーブあるね、くびれてるでしょ、とか足下のプレートっていうのをグラトリ専用に設計し直しました。あとここの形とか、これ何なのかっていうと、まずグラトリ専用のプレートってことで、今画像出てるかもしれないですけど、グラトリでよく使う粘りが欲しいところのサポートと、トーションを邪魔しないっていうパフォーマンスにフォーカスしてそのプレートを設計しました。その専用のプレートをこの2モデル GT1 にも GT2 にも彫り込んでます。これが両足になってます。なのですごい粘るんだけど、トーションを使いやすいっていう、本当にグラトリに必要な性能を引っ張り出す足元になってます。アウトラインなんですけど、GT1 と GT2 でこのアウトラインの形違うんですよ。まずこれ両方に共通して言えることが、グラトリ専用のサイドカー、これ作ってます。何かっていうと、R があるんですけど、ここからね、R が入ってるじゃないですか。この一番太くなってるここに、急激にこうクイックになるようにします。そうすることで、ノーリで引っ掛けたりとか、そういうのを使うときに、トリックで引っ掛けて使うっていう動作の、ここのグリップ力だったり、反応の良さっていうのを最大限に高めてます。で、さらに、有効エッジと、接節長というキャンバーのアーチの端の位置を近づけることで、その位置をすごいピーキーにして、ちょっと板を立てただけですごいグリップ力。っていうのが出るようになってます。普通の今までのグラトリボードよりも圧倒的に反応が速くて扱いやすいっていうのが両方のモデルに備わってます。これね、実はちょっと形こだわってて、若干尖ってるの分かります。これもそうなんですけど、若干ねちょっと細いんですよ。 RT9 っていうのと比べるとちょっと絞ってんですよ。確かにちょっと絞ってんですよ。これ結構ふわって丸いでしょ、ナチュラルに丸い。これちょっと絞ってんですよ。これ何なのかというと、スイングウェイトを軽量化するんです。だけど、トリックとかで、ここ雪にグリーンって使ったりするじゃないですか。ここは滑らかに使いたいんですよ。変に絞ったりとか、カクンカクンってしちゃうと、ムラが出るんですね、このチップの扱いに。あくまで丸をベースに、ナチュラルの飲み心地なんだけど、極限まで軽さを出すためのスイングウェイトっていう設計になってます。だからね、ちょっとね、細いんですよね。シュッってなってるの。そういう作りになります。これがレバレッジ。全部に共通して言えるアウトラインです。で、その中で GT2 と GT1、これ何をさらに差別化してるかっていうと、まず GT1、これね、こちら、レディースサイズ、メンズサイズのカラーリングになってますと。グラフィックはこんな感じっていうのは、カタログとか見てもらったり、現物見てもらった方がいいかなと思うんですけど、これ GT1 っていうモデルは超絶細いです。ウエストが23センチです、メンズで。でレディースに関しては21センチ台とか、太くても 22. 点いくつとかっていう、22センチ前半。これ普通のスノーボード比べてもらったらびっくりすると思う。めちゃくちゃ細いんですよ。でこの細さっていうのが重要で、グラトリってターンの切り替え多くないですか。トントントン、ドルフィンターンとか、ソレとかでも絶対エッジの切り替わりっていうのが多いじゃないですか。そのエッジの切り替えを圧倒的にしやすいんですよ、細くすることで。なるほど。太ければ太いほど起こすにはよいしょと、細くなればスンって起きるわけ。それをしやすくして、さらにこの間を細くすることで、トーションが使いやすくなるんです。ねじれ速度そんなに出さない状態で、雪の上で
上半身も使ってパフォーマンスする遊びなんですよ。体の使い方とかもしっかりこう考えながらデザインして遊ぶっていうのがまあ今のグラトリシーンかなって思ってるんで、こういう動きした時に足の動きこうなるんですよね。この動きを邪魔しないっていうのがトーションにはすごい大事。トーションで板のねじり、この動き要はねじりが硬いほどつま先とかかとをつけたままこうやってみんな体にしてみてください。動き悪いですよ。でもつま先が上がれば楽じゃないですか。こういうスタイルの出しやすさっていうのはトーションの使いやすさに出るんで、細くすることでシンプルにねじれやすいっていうのが一つポイントとしてあります。で、細くするメリットもう一個あります。単純に超絶軽くなります。スイングウェイトも軽くして、さらにここも削って軽くなってるんで、本当に軽い、扱いやすいだからグラトリをするんだったらもうこれじゃねっていうぐらいの設計になってます、はい、で、センターフレックスはやや弱め、あのしなりを使って高反発が欲しいってなったらここにカーボンのリボンが入ってるんで、それで高反発をバーンって生み出して、うん、トリックをぶん回したり切り替えもしやすいんで、はい、細かなトリックもしやすい。これが GT1 の特性です。とにかく細い、そして軽い、トーションが使いやすくて操作性がいいっていうのがこれの良さです。ただデメリットもあります。板を立てすぎると細いんで足が出てドラッグするっていう、これよくドラッグするんですよ、ドラッグするんですよってみんな言うんですけど、はいはい、ただグラトリで使うぐらいのドラッグとかで、グラトリで使うぐらいの角付け量だったら、はいはい、これぐらい板だってもう当たんないよねっていうところで、なので逆に言うと足が結構でかくて出すぎるんですよって人はちょっと太めを選ぶっていうのもポイントです。その分板はねじりが硬くなったり重くなったりするっていうデメリットもあるんで、どう付き合っていくかはその人次第なんですけど、まあ普通の27センチまでぐらいの人は僕はこれで十分グラトリが楽しめるんじゃないかなと、27、28ぐらいまでいけるんちゃうかなっていうふうに考えます。だから実際こう立ててターンしてみても、うん、当たってるけど別に乗れるよねっていう感じは多分すると思うんで、うんうん、ただまあ高が1センチ2センチなんでそんな変わんないです、うん、さっき言って、だけど軽さはすごい違うっていうのがこいつのすごいところです。気になるでしょ、乗ったことないでしょ。俺ないっす。なんやろ、俺ないんすよ。これすごいよ。これはマジで乗った人はうわーってなる。乗った人がもう分かる、乗ったらマジでこれ別格やなってなる。あー、この人は別格やなってなる、まあ、すごい新しいグラトリ体験というか、うんうんうん、この感覚はないなっていう、あ、この扱いやすさはないな。だからグラトリを基本を覚える、基本トレーニングとかをしてめっちゃ上手くなるってやったら、はいはい、すごいいいトレーニングボードにもなるし、うん、そのままパフォーマンスもできるから、うん、パフォーマンスボードとしてもすごいこうクオリティが高いものになってます、うん、はい、これが G っていうバンス。サイズ展開はこんな感じになってます、はい、はい、出てます。続きまして、はい、GT2 、はい、はい、この板なんですけど、うん、GT1 とって変わって太さは普通です、はい、うん、普通っつってもやや細めにしてます、うんうん、切り返しのターンの切り返しのしやすさだったり、はいはい、当初の使いやすさっていうのは意識して、まあ、太さはね普通っす、はい、ただここの形状は絞って、はい、スイングウェイトを軽くするっていう作りだけど、大きな違いはダブルキャンバー構造なんですよっていうのと、うん、このアウトラインにこだわってて、うん、有効位置を若干 GT1 にも短くしてます。短くすることでこれ足が乗っかるところに対して、はいはいはい、有効位置太いところが遠ければ遠いほど、うん、エッジの操作ってしにくいですよ、うん、でプレスの点乗りとか、はい、乗る面積が遠くなるので、うん、乗る難しくなるんです、うん、太いところが近ければ近いほど、うん、乗りやすくなるんです。なるほど。でこれは GT1 よりも有効位置を近づけることによって板のこのこの辺に乗るときの動きっていうのはすごいしやすくなってる、うん、やっぱ点乗りとかプレスとかすると、うん、何これってなるから、何これってなる、ほんまにめちゃめちゃ、乗れるみたいな感じの板になってます、うん、ダブルキャンバー形状っていうこういうね、うん、はいはいってなってます。この形にすることによって、まあ、片足に乗ったりとか、うん、で操作性っていうのをさらに良くしてます。これも、GT1 同様にサイドカーブをちょっときつくしてるんで、はい、グラトリのきっかけ作るのにすごいんですよね、うん、ちょっと引っ掛けたらもうめちゃめちゃグリップ力の強いエッジの扱いっていうのができます、はい、でここを使いながらトーションを邪魔しないプレートがしっかりこのねじりを出すと、はい、ただこっちに関しては、うん、ダブルキャンバー形状で真ん中がへこんでるんですね、うん、V 字になってるんですよ、うん、その分反発力っていうのが弱くなるんで、うん、真ん中にリボンを入れます。たわんで返ってくるっていう能力に関してはこことはまた違う、しなってそれがしっかり返ってくるっていうパフォーマンスが出るようになってます。プレス系とか乗り系の扱いやすさっていうところにフォーカスした板になってますよね。考え方は全く異なるんですけど、うん、グラトリのフォーカスするポイントをちょっとずらして考えてます。こっちは操作感だったり、
この板の外に乗って板を扱って遊ぶ、ここら辺をすごい使って遊ぶ、でセンターのフレックスとか反発をそこに利用するっていう乗り方が楽しいです。でこっちに関しては板の軽さだったり操作のしやすさっていうのを楽しんでもらえたらいいかなと思います。でサイズ展開こっちも、レディースサイズ3本のメンズサイズ3本っていう風になってます。あ、お値段がレディースが8万8000円、もうこれレディース両方です8万8000円で、メンズが10万8860円です。これ税込みです両方、うん、まあ値段もちょっとレディースの方は頑張らせてもらったので、うん、ぜひ興味ある方は持ってみてください。以上レバレッジスノーボードのラインナップです。2モデル、今は2モデルですけど、実はもう GT3 とか4とか、またこことは違った色のものも考えてるんで、うん、乗り味のものも考えてるんで、ぜひそっちも楽しみにしておいてください。もしこのブランドが盛り上がってきたら、もっと面白い板もどんどん作っててもいいかなと思います。気になるでしょ？気になるでしょ？はい。うん、まあ、興味あるので、ぜひチェックしてみてください。はい。はい。こちらでした。